ドクターからの招待状は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第6シリーズ第1話。番組制作葬式のスティーブン・モファットが脚本を、トビー・ヘインズが監督を担当した。2011年4月23日に、イギリスでは、BBC1、アメリカ合衆国では、BBC アメリカ、カナダではスペースで、初放送され、 オーストラリアでは2011年4月30日に ABC1 で放送された。イギリスで4月30日に放送された後編、静かなる侵略者との二部作である。本作では11代目ドクターとエイミー・ポンド、ローリー・ウィリアムズ及び考古学者、リバー・ソングが200年後のドクターに召集される。未来のドクターは過去のドクターを除く3人の前で、 謎の宇宙飛行士に殺害され、未来のドクターとその場に居合わせたカントンデラウェア3世の告げたヒントを頼りに、過去のドクターを連れて1969年のアメリカ合衆国へ向かう。そこで彼らは宇宙服の中に囚われ怯えた少女を発見すると、共に見ていなければ彼らに関する記憶を失ってしまう。地球外生命体サイレンスへの対処を迫られる。サイレンスは、 嘆きの天使など恐怖を演出する過去のエイリアンに匹敵するように制作された。本作は主にアメリカが州国ユタ州のローンロックのあるロケ地で撮影されており、これはドクター風の主要撮影がアメリカで行われた最初の例となった。イギリスにおける本作の視聴者数は886万人で、一般に批評家からは肯定的なレビューを受け、 アプリシエーションインデックスも88を記録した。本作は2011年4月19日に悪性腫瘍で死去した先のコンパニオンであるサラ・ジェーン・スミス役を演じたエリザベス・スレーデンに捧げられた。2011年3月22日に本作の前日短となる短編映像が番組のウェブサイト上で公開された。リチャード・ニクソンは少女からの電話を取り、 宇宙人から電話番号を聞いたというその少女と話をする。少女は彼に後ろを向く、よう懇願するが、ニクソンはそれを無視して、電話番号の入手経路を問い詰める。怪物の話をする彼女に対してニクソンが、執務室に怪物はいないと返答すると通話切れ、彼の横には、サイレンスの立っている姿が描写される。 ターディスは二代目ドクターのザインベージョンで視覚安定器を損傷して不可視化したことがある。カントンが初めてターディスを降り辻にドクターがブレイブハート、キャントンと話しかけるが、これは五代目ドクターと彼のコンパニオンであったティーガンジョバンカとの間でよく行われたやりとりを反映している。エイミーが過去のドクターに信じるよう頼むとき、 彼は何か大切なものにかけて誓えるかと彼女に問う。彼女は思考を巡らせた後、笑ってフィッシュフィンガーズカスタードと告げる。これはエイミーが幼少期に初めてドクターと出会った11番目の時間の出来事に由来している。番組制作葬式兼本作の脚本家スティーブン・モファットは恐怖を追求した過去のエイリアンにも匹敵するサイレンスを作った。 本作は2010年より番組の総責任者を継いだスティーブン・モファットが執筆した。彼はプロットにより強い引力と広い視野で始まる二部作をもって2011年のシーズンを始めようとし、その開幕の二部作を第6シリーズで最もダークな作品の一つにすることを望んだ。二部作でシリーズが開始するのは六代目ドクターのアタック・オブ・ザ・サイバーメン以来であった。 ドクターからの招待状に続けて放送されたドクトル風コンフィデンシャルのエピソードでは本作はシリーズでより暗いエピソードの一つではあるが同じだけのユーモアも維持されているともファットは述べたドクターの死はシリーズの最後であるかのように感じるプロデューサーもいたが実際にはここからがシリーズの幕開けであったタイムロードが無敵の存在ではなく再生前に殺されると死ぬこともある ということをモファットは未来のドクターの詩を書いている際に視聴者に知らせたかった。本作の敵であるサイレンスを制作する際には彼は恐怖を題材にした過去のモンスターに挑める存在を作ろうとした。彼はサイレンスがはるかに大きな計画だと感じた。サイレンスのデザインは部分的にエドバルド・ムンクの絵が叫びにインスパイアされた。2010年10月 ギャラクティカ、ギャラクティカや、ファイアーフライ宇宙大戦争及び、スーパーナチュラルや、ウェアハウス13秘密の倉庫事件ファイルといった、過去の他の SF シリーズに出演していた、マーク・エイ・シェパードが、ドクター・フーにゲスト出演することが発表された。彼はカントンを演じることについて、夢の仕事だと述べ、モファットのもう一つの作品、シャーロックにも出演したいと発言した。シェパードは、 イングランド人俳優であるが、イギリス製のテレビ番組に出演するのは、ドクターからの招待状が初めてであった。大分関東役は、特殊メイクを施したシェパードが演じる予定であったが、シェパードはそうでなく父ウィリアム・モーガン・シェパードが役を演じることを提案し、制作チームもそれを受け入れた。リチャード・ニクソン役には、以前に、ドワイト・デーアイゼンハワーなど、 アメリカ大統領儀役を演じてきたアメリカ人俳優のスチュアート・ミリガンが起用され彼はエキサイティングだと述べた。ミリガンの方と鼻と耳にはソーシングが施され可能な限りニクソンに近づけられた。また彼はニクソンの話し方を練習したが偽の葉を装着していたため再現は難しいと最終的に判断した。ミリガンは 以前に10代目ドクターのアニメスペシャルドリームランドにスターク・タイさんの声で出演していた。本作でカール役を演じたチュクユジは7代目ドクターのオーディオドラマ A サウザンド・タイニー・ウィングスでジョシュア・センベケ役を演じていた。カレン・ギランは未来のドクターの死のシーンを撮影する間に本当に動揺していたと報じられている。アメリカが制作した1996年のテレビ。 映画版ドクター・フーはカナダで撮影されダーレック・イン・マンハッタンのニューヨークや自由の女神像は現地で撮影されていたもののエピソードのキャストは全員イギリス国内で撮影していたことからドクターからの招待状と静かなる侵略者は主要撮影がアメリカで行われた初めてのドクター・フーのエピソードとなった撮影はユタ州で行われた監督トビー・ヘインズは 視聴者に舞台がわかるように、ロケ地のオープニングショットを壮観なものにしようとした。道路のシーンは、US ルート163で撮影された。制作チームは、ステッドソンボーや1950年代の車、エドッセルビーレジャー及び黄色のスクールバスといった、アメリカの象徴を可能な限り画面に収めようとしたが、モファットは、リバーソングを登場させて、 彼女に印象的な登場シーンを与えようとした。ヘインズはアレックス・キングストンにカメラアングルから太陽光を遮蔽させ、彼女の持つリボルバーから煙を立たせた。ピクニックや未来のドクターの死を含むシーンはパウエルコで撮影された。未来のドクターを殺害した人物が着ていた宇宙服はアポロ計画の宇宙服の偽造したレプリカであった。死のシーンの撮影において、 カレン・ギランが本当にうろたえていて心の中で演技していたことに制作チームは気がついた。ドクターのバイキング式の葬式を撮影する際、ヘインズは日没の間にシーンを撮影したいと考えた。しかし太陽は砂漠の向こうに沈んでしまい、このシーンは水面から太陽が昇ってくる際に撮影された。ドクターとコンパニオンたちが再会したアメリカ式のダイナーのシーンは 実際には、カーディ不安で、ロッケが行われた。リバーによるドクターへのビンタのシーンでは、偽の演技をするのが難しかったため、本当に、キングストンが、マット・スミスを何度も叩いていた。何度も何度も叩かれるうちに、スミスの方が赤くなって、ストレスを溜めていたことを、数ー・テイクの後にキングストンは思い出した。大統領執務室は、サウスウェールズのアッパー・アボートスタジオにセットを組み立てて、 撮影された。制作チームは実際の執務室の写真や図面にアクセスしていたため、詳細にその複製をすることができた。セットを組み立てにおいてのメインの問題は漆喰であった。制作チームは壁の一つを普通の部屋用に漆喰塗装してしまったが、大統領執務室は丸いため、セット全体を塗装しなくてはならなくなった。ドクターが登場していたローレルハーディの映画、 ザ・フライング・デューセスのシーンはグリーンスクリーンの前でスミスが踊ることにより撮影された。撮影に使用されたカーディ・フワンのダイナー・エイディーズディナーでは過去のドクターがターディスを停泊していた場所を再現し実際に扉にターディスの模様が描かれている。本作は放送前に静かなる侵略者と共に数多くのファンが出席した試写会で上映された。 制作チームはいかなるネタバレも持ち出さないように依頼したがファンの一人がインターネット上のフォーラムにエピソードのプロットすべてを公開してしまった。このニュースはモファットの怒りを買った。BBC ラジオ5ライブの記者会見にてモファットは本作のエピソードが驚きを隠している胸を述べ予想しない展開がいかに視聴者の心に焼き付くかを力説した。そして それを否定することはバンダリズムであると批判し、インターネット上に公開したバカが二度と自身の番組を視聴しないことを願った。ただし、ドクター風のファンの多数派はネタバレをオンラインで公開しない人間である、と彼は付け加えた。本作は以前、ドクター風に出演していた悪性腫瘍で死去した女優、エリザベスス・スレーデンのキャプションと共に始まる。イギリスでは、 ドクターからの招待状は2011年4月23日午後6時に BBC1 で初放送された。放送は2011年4月19日に悪性腫瘍で死去した女優エリザベス・スレーデンへのキャプションと共に始まった。スレーデンはコンパニオンのサラ・ジェーン・スミスとしてドクター・フーおよびそのスピンオフシリーズザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズに出演していた。 ドクターからの招待状の当夜の視聴者数の速報値は652万人に達し、最終合計値は886万人、番組視聴選挙率は43.2%を記録した。これにより、本作は ITV1 のブリテンズゴッドタレントに次いでその日2番目に高い記録を持つ番組となった。4月24日に終わる週では、 BBC1 の番組で3番目に多く視聴された。BBCiPlayer では本放送から2日以内にさらに30万回視聴された。アプリシエーションインデックスは88を記録した。アメリカ合衆国では BBC アメリカにてイギリスと同日放送がなされ、カナダでもスペースにて同日に放送された。BBC アメリカでの ドクターからの招待状の視聴者数は130万人でチャンネル史上最高記録を樹立した。これは11番目の時間を7万1000人上回った。ライブ7で DVR での視聴者数を加算すると180万人に達した。カナダでの視聴者数は53万8000人でスペースにおけるドクターフ史上最高記録、そして2011年の放送で最高記録を 樹立した。オーストラリアでは ABC1 で2011年4月30日に放送され五大都市で86万人の視聴者を獲得し2010年のボクシングデーのクリスマスキャロルに匹敵する記録を残した。日本では2016年4月3日午前1時から他の第6シリーズのエピソードに先行してドクターからの招待状の字幕版がアクスンミステリーで 初放送され、同年8月に開始されたレギュラー放送では8月4日午後10時から同チャンネルで放送された。なお、同日午後11時5分からは続けて次話、静かなる侵略者が放送された。視聴者測定サービスのカンターメディアは、ドクターからの招待状が史上最も録画されたテレビイベントであると報じた。バーブの 解析データでは411万人が放送の週に録画及び視聴をしていることが明らかにされ、これは本作の全視聴者の46%に達した。4月には iPlayer にトータル138万件のリクエストが寄せられ、ドクターからの招待状は4月の1位に踊り出た。本作は一般にテレビ評論家から肯定的にレビューされた。 ガーディアン氏のダン・マーティンは本作に肯定的な反応をし、キャストの演技が第五シリーズから向上したと確信した。彼は、スティーブンもファットは、ルールを放棄して、ドクター風を、いわば、彼の人生全体を反映するように描写した。ドクターを殺すことで緻密に計画されたシリーズの形が残されたまま、登場人物の誰もが死なない保証がなくなるほど、基準が上昇し、 エイミーとローリーとリバーがひどいジレンマに直面する様子が見られると主張した。また彼はエイミーの痺れるようなホラーはシーズンフィナーレに向けて序盤から激しさを増していくと述べ、それから大統領執務室の風俗喜劇に切り替わる、そしてゴシックホラーに形を変え、最終的に視聴者を映画的クリフハンガーで地面に投げ落とすと高評価した。 彼は舞台をアメリカにしたことや、そこをエキセントリックなイギリスの4人組がうろついていることにも肯定的で、これによりシリーズのゲーム性が高まったと確信した。サイレンスについては、モファットの心理テクニックの定番だが、これまでで最も洗練されていたと論評した。後に彼は、ドクター最後の日を除く第6シリーズにおいて、 本作を2番目に優れたエピソードに位置づけた。ドクトル風エクスペリエンスにて、サイレンスの展示デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは、本作を第6シリーズの素晴らしい幕開けであると呼び、ドクター風のチームのアメリカでのロケは確かに成果を上げており、2005年やまして1963年には達成できると予想もできなかった壮大な景観を与えていると加えた。 未来のドクターの死についてジェフリーは7分でこの番組の主役であるドクターが無情にも銃殺されたことでイギリス国民の顎が下がった。このプロットの日にりはシンプルに見事であり何気ない視聴者でさえこの時点で腰掛けて注意を向けたに違いないと述べた。またジェフリーはシリーズのレギュラーたちが最高の形であると確信し加えて エイミー・ポンドの人格の尺に触る多くの側面が今年は抑えられているように見え、カレン・ギランは今までで最も共感的な最高のパフォーマンスで応えている。アーサー・ダービルも常にいるコンパニオンとして宣伝されるだけのことはある。彼の笑いのタイミングはシンプルに素晴らしいものだが、彼は本作のよりダークな瞬間にも長けていると述べた。 ジェフリーは本作に満点である星5つを与えた。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作が2011年のシリーズの前半の素晴らしいスタートだ。エイミーが少女を撃ったかに見える衝撃的な終わり方はどのように解決されるのか次週の結末が待ち遠しいと述べ、サイレンスのコンセプトにも喜んだ。MTV のリック・マーシャルはスティーブンもファットと ドクターフーのスタッフがまたしても素晴らしいエピソードを提供してくれる壮大なクリフハンガーで多くのファンの頭は爆発するだろうとも述べた。さらに、マーシャルは本作の敵性エイリアンが恐怖の要因において嘆きの天使に挑戦していると考えた。デン・オブ・ギークのサイモン・ブリューは本作がドクターフーの成功した復活であり、信頼を得て手がかりとなる。 物語の繊維を夢中にさせるシリーズに投げかけていると述べた。彼は、カントンデラウェア役のシェパードの演技やローリー役のダービルの増した存在感を好んだほか、アメリカで撮影を行ったヘインズにサンジの言葉を送り、イギリス人俳優がアメリカ流アクセントで演じようと試みたダーレクインマンハッタンから改善されていると述べた。 メトロのトム・フィリップスは1969年のアメリカ合衆国という設定が美しく使われていたと述べ、サイレンスの気味の悪さにも喜んだ。しかし、彼は本作に新規視聴者がなれるのは少し難しいだろうとも感じた。サンデー・ミラーのケビン・オサリバンは本作にさらに否定的であり、理解するのが不可能、SF オタクだけのためのものだと主張し、加えて、 マット・スミスはパーティーに何も新しいものをもたらさない、派生的なドクターのままだったと批判した。ありがとうございます。